東京家政大学はこちらをご覧ください。2022年4月、東京家政大学に栄養学部が誕生します。家政学部に設置されている栄養学科が独立し、栄養学部として新たなスタートを切ります。栄養学科では栄養について幅広く学びます。食と健康は現在の社会で年々関心が高まっています。学校や企業、病院など様々な分野で活躍できる食のスペシャリストを養成します。そして管理栄養学科では医療現場からスポーツ関係まで幅広い分野で活躍する管理栄養士を養成しています。管理栄養士国家試験の合格率には目を見張るものがあり、毎年全国平均を大きく上回る実績を残しているんですよ。人文学部英語コミュニケーション学科ではグローバルに活躍できる英語力を身につけることを目指し、完全担任制と少人数教育によって学生一人一人の語学力、進度を把握し、きめ細かな指導を実施。また高度な教授法を持つ英語講師が授業を担当していることや、そんな先生方と日常的にコミュニケーションを取れるスペースがあるなど、常に生の英語に触れられる環境が整っています。さらに英語教育や IT、ビジネス、観光、航空など将来の希望進路に即した科目の履修が可能なことも特徴です。創立140周年の伝統ある専門分野の学びで未来の可能性を広げてください。